日本江戸の初期、悪く思うなよ。見つかると面倒なんでな。こいつは驚いた。大量の見張りだな。少し手こずるかもな。ここら辺は安全そうだな。だが念のため注意して進もう。暴作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。最初の任務はあの門のところまで行くことだ。肩慣らしにぴったりだな。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。音を立てるな。静かに。水のように動け。突入する。音を立てるな。水のように動け。一体いつまで静かに。水のように動け。近道をする必要がある。静かに。刃が血を欲しがっている。隠れた方が良さそうだ。上から攻撃だ。すぐに音を立てるな。攻撃が始まる。心してかかれ。刀を使うか。上で死んだ。こっちはまずいな。水のように動け。静かに。水のように動け。どうぞ。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。万全には変えられん。音を立てるな。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。静かに。水のように動け。音を立てるな。突入する。こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。くそ。攻撃が始まったか。どうにか中に入らないと。いざ上様のために。ここまでか。逃げ場はないぞ。出てこい。死にたがりの侍か。気乗りませんが、今はあいつを利用するしかないようだ。助けよう。素早く手裏剣を使う。手に入れた。計画通りにしろ。近道を探そう。俺がいただく。お主のおかげだったのか。名を聞かせてくれ。ちゃんと礼を言いたい。先に中に入れてくれないか。感謝されるなら面と向かっての方がいい。よかろう。門を開けて礼をいたそう。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。いいな。失敗。栄光。馬鹿げておる。急がねば。
ょう。この大砲使えるかもしれぬ。多山一殺。かたじけない。拙者は大城無限と申す。お主は？伊賀の隼人だ。伊賀。なるほど。上様が忍びを雇ったと聞いていた。教えてくれ、どのような任なのか。矢倉門を開ける。正門をか。バカを申せ、要塞だ。中から開ける必要はない。火薬の樽が一つあればいい。そいつを置いてやるだけさ。容易ではないな。よかろう、お供しよう。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだ。ああ、好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿、お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さないように。草むらやたる家の中に隠す。忍びに襲わる日が来るなんてな。いって、いや、もうすぐだ。いいって。刀が血を欲しい。なんて危なかったな。迅速に動け。素早く。そう、大砲に注意しろ。俺がいただく。ギリギリだぞ。早速戦闘か。勝利は我らのものだ。南の壁に警備を。早く。いい。立ち風。十分だろうか。終わりだった。少し早いわ。早く手に入れた。素晴らしい技だ、隼人殿。お主の班がもうないとは惜しいことだ。そうだな。あんたも思った以上にやるじゃないか。ん？お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。真剣じゃ。通りすがりのものだ。俺がいただく。嘘。死に立ち向かえ。我らは勝利を収めるであろう。良い戦略だ。シーケン、準備完了。上様のための刃。上様のために。終わった。向かっているぞ。我らの出番だ。直ちに。いいだぞ。いいだろう。見つかるな。
おとりが必要だ。なんだ、あっ酒かよ。我慢できんだろう。刀を使わねば。後で取り組む。死が。戦だ。直ちにそこに向かう。移動中。撃たれるなよ。編み傘をかぶった見張りが見えるか。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴らだ。承知した。動くぞ。手裏剣を使って戦術。見えた。杯に泥な落としそう舞うツバメ。塔から発砲。誰かいるようだ。琢磨殿に違いない。第三部隊の射撃の名手だ。同志が二人来たか。ヤグラ門を破壊したいんじゃろ。なら老いぼれの話を聞いてみんか。頭を使えば火薬だる一つでヤグラ門を開けられる。門の近くに樽を置くんじゃ。わしが爆発させる。しかし直接通れる道はない。地上からではうまくいかん。ヤグラ門の上に続くはしごがある。力のあるものであれば樽を門の上に運び、標的となる場所まで投げることができるじゃろ。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。刃が血を欲しがっている。忍び見つかるな。刀が血を欲しがっている。危な。手裏剣術。通りすがりのものだ。刃が血を欲しがって応戦中。おいお前、素早く。撃たれるなよ。我らは勝利を収めるであろう。急ぐぞ。おうおお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ、任せな。一撃。向かっているぞ。早速戦闘か。はない。もうすぐだ。俺がいただく。失敗は許されない。風切り。
挟む。一冊。迅速に動け。大砲に注意しろ。瓦礫を片付けさせろ。計画通りにしろ。動く。剣術。早く。道を探さなければ。素早く。刀が血を欲しがっている。まだいかんでもいいじゃん。戦だ。栄光のために。上様のために。ここで半分といったところかな。うん、見事な腕力じゃ。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら朝道前じゃろ。名誉のために。急ぐぞ。任せたぞ。よい余興じゃった。それじゃ仕上げといくかの。直ちにそこに向かう。主君の勝利なり。ついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。構わん。だが全てが終わったら杯の一杯でも交わそうではないか。達者でな、隼人殿。拙者は戦いに戻る。いざ上様のため。やはり侍は死にたがりだな。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃのう。伝令、伝令、大名ヤムサウから北の塔を攻撃せよとのこと。お待ちください。ここは人がまだいるのでは。命令が聞けないというのか。今すぐ大砲を用意せよ。はい、すぐに。撃て。何を考えておる。うわ。